では 1,2,3,4,5,6,7 7回目の説明です。歌の2番に入ります。こちらです。手話でね、現在は自分の目の前で今とか現在、今日ってやります。自分よりも前に行くと未来、将来、過去に行くと過去、後ろに行くとね過去になりますけども、いつかは将来で表しながら 1,2,3,4,5 数を数えながら前に出していきます。いつかは誰でも、誰でもってやってもいいんだけども、皆様皆様、あなたもあなたもあなたもってやってます。いつかは誰でも、この星に、この星には、地球に、さよならを、バイバイ、さよならをするときが来るけれどってとこなんですけども、この星にさよならをするときが来るけれどってやってるのは、帰るっていう手話やってるんですよ。帰る、お家に帰る、お家に帰るっていう手話があるんですね。ここがお家だったら、お家に帰ってくるっていう手話があるんです、ね、人がだんだんとこう遠くに見えて、遠くに行く方、離れるほどに人がこう小さくなっていきますよね。で、あ、帰ります、向こうに帰りますっていう手話で、帰るっていうのがあるんです。まあ、逆に小さくなってきても、まあ、こちらでも帰るなんだけど、でこの帰るっていう手話を、この天の、 あちらの世界に帰ってゆくっていう手話で表しています。さよならしてね、自分がこう帰って、ふわふわふわ、体からこう魂が抜けて帰っていく、バイバイっていう感じなんですけども、自分がこう帰りながら、地球さんバイバイ、この世バイバイっていう手話をやってます。この星にさようならをする時が来るけど、来るけどってひっくり返すと、ないないだけどっていう手話を入れてもいいし、するけど、うん、けど、命は命、この、まあ、トントンやんなくても、命は、この思いはつながって続いていきますよ。親指、人差し指をこう輪っか作るんですね。輪っか作ると、まあちょっとやりにくいんだけど、こうならないように、こう頑張ってパーで親指と差し指だけこう結んで絡める。何々ので、何々だから、つなぎの言葉です。で、これがずっと将来に向かって伸ばしていくと、ずっとっていう手話です。ずっと。なので、命は、この思いは、継がれていくっていうふうに手話で表しています。では、ここまでです。またねー。